こんにちは。心理カウンセラーの高森です。双極性障害と言われている症状はうつ病とは違うアプローチが必要というふうに言われています。ただ一見うつ病と同じように見えることもあります。それはどちらもうつ状態があるからです。ただ双極性障害の場合はこのうつ状態とそれからの躁状態、高ぶっている状態ですよね。これを交互に繰り返すという特性があるんです。ですからうつ状態の時に比べればこれは医師でも見分けつかないことすらあるほどです。ということは時間をとって経過を見ていかないとこの区別もつきにくいということですね。もしご自身がうつ状態で落ち込んでいるだけではなくて非常にテンションが高いという時期もあるということであればこれはもしかしたら双極性障害の可能性もあると思いますので、うつ病とはまた違ったアプローチが必要ということは知っておいていただければというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。